皆さんこんにちは。腕時計専門店ジャックロードの黒部と申します。重野と申します。本日もジャックチャンネル始めていきたいと思います。さて今回は前回ご紹介した2021年上半期のロレックスの人気ランキングが大変ご好評だったということで、はい、本日は2021年の上半期腕時計の人気ブランドランキングをトップ10発表したいと思います。ブランドのランキングって意外とまだやっていないんですよね。そうですね、はい、実はやってないんです、はいはい、ジャックチャンネルでの人気ランキングは全て実際にお客様からいただいた注文の数をもとに作っていますので、はい、この時計に憧れているとか購入を検討しているといった人気ランキングではなく、純粋にお客様がご注文くださった数での人気ランキングとなります、はい、今回は新品中古を合わせたランキングとなっているんですよね。そうです、どちらも合わせて、はい、もう純粋なからいただいたご注文の、画像を統計したランキングとなっております、はい、2021年上半期一体どんなブランドがトップ10に入っているのか、今回も、当店ジャックロードオンラインストアでの、受注データをもとに私黒部ですね、人気ランキングを作ってまいりました。では、早速発表してまいります、はい、第10位から。第10位はですねパネライトになりました。1860年の創業のイタリアの腕時計ブランドですね。人気モデルはルミノール、マリーナ、サブマーシブル、ラジオミールなど、中でも一番受注数の多かったモデルはルミノールマリーナ1950の 3Ds アチャイオでした。続いて第9位はカルティとなりました。ジェーラーとしても世界的に有名なカルティですね。こちらが第9位となりました。人気モデルはサントスやタンクソロ、マストタンクなどがありますね。中でも一番受注数の多かったモデルはサントス・ドゥ・カルティ LM サイズとなりました。続いて第8位はウブロとなりました、はいはい、成功者が身につける時計とも称されているウブロですね。こちらが第8位となりました、はいはい、人気モデルにはクラシックフュージョンやビッグバンなどがありますね。中でも一番受注数の多かったモデルは、クラシックフュージョンチタニウムのクロノグラフのタイプですね。こちらとなりました、はい、よく店頭でもねお声掛けになりますね。そうですね、ビッグバンじゃないんですね。そうなんです、そうなんです、はい、続いて第7位、こちらはハミルトンですね、はいはい、1892年にアメリカで誕生したハミルトン。人気モデルはカーキフィールド、ベンチュラ、ジャズマスターなどが結構個性的な時計が多い印象ですけれども ね、はい、中でも一番受注数の多かったモデルはカーキフィールドメカニカルとなりました。はい、はい、続いて第6位です、はい、セイコーと、はい、国産ブランド、あここに来て、はいはい、日本が世界に誇る腕時計のですね最高峰であるセイコーですね、はい、人気モデルにはアストロン、プロスペックス、グランドセイコー、キュコーツなどですね、はい、がありますけれども、その中でも一番受注数の多かったモデルはですね、はい、アストロンのデュアルタイムとなりました。なるほど、はい、続いて第5位は重野さんの愛するチューダーですね。気をつけてます、はい、ロレックスの兄弟ブランドですね。人気モデルにはプリンスデイトデイやヘリテージブラックベイなどがあります。中でも一番受注数の多かったモデルはプリンスデイトデイと、やはりプリンスデイトデイが、はい、おめでとうございます、嬉しいですね、はい、はい、続いて第4位です、ブライトリングですね、はい、はい、航空業界との密接なパートナーシップによって多くの名作ウォッチを世に送り出してきたブライトリングですが、人気モデルにはスーパーオーシャンやナビタイマー、クロノマットなどがあります。中でも一番受注数の多かったモデルはですね、スーパーオーシャンヘリテージ B01 クロノグラフ44となりました、はい、はい、そしていよいよトップ3ですね、はい、来ました、はい、では発表していきます、はい、第3位はオメガと、はい、オメガ、ここから受注数もですね合わせてお伝えしていくと1292本となりました、はい、オメガといえばですね、究極という意味が込められたブランド名を持つスイスの、皆さんもご存知の通りですが、高級腕時計のオメガですね、はいはい、人気モデルにはシーマスター、スピードマスターなどがあります、中でも一番受注数の多かったモデルはですね、はい、今回は、シーマスターアクアテラ、はい、クロノメーターマスターコーアクシャルで、受注数は、116本と
ありました、はい、では第2位です、はいはい、タグホイヤーですね、はいはい、受注数は1314本となりました、タグホイヤーといえば手に届くラグジュアリーをコンセプトに掲げる、ブランドとなっておりますね、はい、人気モデルでは、フォーミュラワン、アクアレーサー、そしてカレラなどがあります、はい、中でも一番受注数の多かったモデルですね、こちらフォーミュラワンのクロノグラフタイプとなりまして、受注数は188本となりました、はいはい、そして第1位ですね、はい、ロレックスとなりました、受注数は2068本となっております。もうダントツですね、はい、そうですね、はい、受注数も全然違います、ね、そうですね、はい、もう一つだけ2000を超えてるというダントツでしたけれども、皆さんも、予想通りだったのではないでしょうか、はい、人気ブランド、第1位に輝きました、はいはい、人気モデルには、まあ、コスモグラフ、デイトナーや、GMT マスター2だったり、サブマリーナなどがあります。中でも今回一番受注数の多かったモデルはですね、やはりデイトナと、はい、コスモグラフ、デイトナで、受注数は417本、はい、という結果になりました、はい、やっぱりロレックスが強いですね、ね、強いですね、はい、前回の商品別でのロレックス人気ランキングではデイトナは3位と5位でしたが、モデルで見るともう圧倒的に強いですね。そうですね、はい、モデル数も多いですからね、はい、はい、綺麗にロレックス、タグホイヤー、オメガと、はい、ワン、ツー、スリー、フィニッシュとなりました、はいはい、10位から1位まで、見てみていかがですか、シンさん、はいはい、そしても1位から3位は、まあ、おそらくそうだろうなっていう感じのものだったんですけど、結構お店とかに立ってると、はい、まあ、それこそ10位のパネライとか結構問い合わせの機会は受ける機会は多いので、そうです、あれ意外と10位なんだっていうところは感じましたし、確かに、あとは8位のウブロとかもやっぱりウブロといえばビッグバンっていうアイコン的なモデルがある中で、あ、意外とクラシックフュージョンの方が受注数は多かったっていうところも驚きでしたし、クラシックフュージョンの方が何でしょうね、使いやすいんですかね。そうですね、デザインもシンプルなんで、結構利用シーンとしてはあのビジネスシーンでも着用される方もそうですねいたりするので、まあ、プライベートで使う方はもちろんそういったお仕事とかでもというところでのその需要の高さがこう受注数に結びついたのかなっていうのもありますが、はい、この間あのプレゼントにね、はい、どんな時計がいいと思いますかなんてよく、まあ、これも聞かれる質問なんですけど、はい、まあ、やっぱりこの321のブランドの中からご紹介しちゃうところがあるなって自分でも、はい、思いましたね。人気が高いんですよね。そうですね、はい、まあ、ロレックスはちょっと飛び抜けて別だとして、タグホイヤーオメガってあの1本目の高級時計で選ばれる方も多いですし、あの初めてそういった時計をこうプレゼントするって時に結構その時計をあまり知らない方でも名前は知ってたりするので、やっぱりそういったちょっとでもこう名前を知ってるものの方がやっぱり愛着とかも湧いて結構最初は使いやすかったりだとか、そこで興味が湧いてからこういろんな時計ブランド調べて好きになってっていうのが多分出てくると思うので、そういった意味でもやっぱり見られる方が多いのかなというのは思いますね。だんだんそこからこう沼にこうハマっていくという安心感もありますし、いろんなところに、はい、あの正規店が出てたりしますし、ね、はい、相談しやすいあの環境が整っていると手をあの伸ばしやすいのかななんて思ったりもいたしますけれどもね、はい、はいはい、ということで本日は上半期腕時計人気ブランドランキングをお届けしてまいりました、はい、今後もさまざまな視点から見たですね、はい、ジャックロード独自のランキングを、随時ご紹介してまいります。はい、はい、お楽しみです。ありがとうございます、はいはい、頑張りましょう。今回の動画をご覧になってのご意見ご感想などもどしどしコメントをお待ちしております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、では今回は以上となります、はい、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。